ネット競馬ニュースフラッシュ。皆さんこんにちは。7月27日月曜日のニュースをお伝えいたします。オオカの奇跡の坂巻さとみです。どうぞよろしくお願いします。それでは最初のニュースです。アイリスサマーダッシュレース結果。26日新潟競馬場で行われた第20回アイリスサマーダッシュは、先手を取った石田裕二騎手騎乗の2番人気ジョーカナちゃんが、そのままゴールまで先頭を譲らず、直後から追いすがった1番人気ライオンボスを頭差振り切って優勝しました。勝ちタイムは両馬場で54秒5。さらに首差の3着に9番人気ビリーバーが入りました。なお3番人気雷鳴プリンセスは5着に終わりました。勝ったジョーカナちゃんは、前走のイダテンステークスはライオンボスの2着に敗れましたが、その雪辱を果たして重賞初制覇を飾りました。通算成績はこれで12戦5勝。そして鞍上の石田裕二騎手は今年1勝目となる重賞勝利を達成しました。おめでとうございます。それでは続いてのニュースです。サトミンのここ行ってみた。今回は神田明神に行ってきました。正式名称は神田神社で、東京の中心、神田、日本橋、秋葉原、大手丸の内、旧神田市場、築地魚市場、108町会の創始神様です。明神様の名で親しまれています。そんな神田明神には、実際に馬がいるんです。神馬みゆき号という名前で、愛称があかりと言います。神馬とは、神が騎乗する馬として神聖視された馬です。日本の神社に奉献され、あるいは祭事の際に登場する馬です。馬の種類に特に決まりはありませんが、一般的に白馬を重んじています。足毛と言われ、年を取るごとに白毛が増え白馬になります。名前の明かりは明るく平和な世を願った名前であるとともに、神田明神の明の文字をいただいたそうです。10歳の女の子で、年を取ると白くなって白馬になります。競馬で有名だったオグリキャップも同じ足毛ですね。残念ながら夏の間は高原で過ごすらしく、私が行った日にあかりちゃんに会うことはできなかったのですが、9月頃になったら神田明神に戻ってくるそうなので、改めて会いに行きたいと思います。あかりちゃんは小さくて可愛いポニーです。おとなしい性格で目がとても可愛らしいので、皆さんもぜひあかりちゃんに会いに行きましょう。以上、ネット競馬ニュースフラッシュでした。